ちょっとダサいですね。おっしゃ。はじめまして方も改めまして方もイロハガと申します。よろしくお願いいたします。短い時間になると思いますが、ぜひ、9月2日ツアーファイナル、チケットを今日お届けするべく、歌っていこうかなと思います。皆さんよろしくお願いいたします。ミラメガと申します。君が君でいられるようにという曲です。ありがとうございます。めちゃくちゃ暑くないですか？めっちゃ暑いですよね。9月2日、東京ツアーファイナルが、代官山ユニットという場所でございます。その、今日手売りチケット残り117枚だったんですけれども、なんと先ほどの皆様のおかげで107枚ぐらいまでいってんのかな、もしかしたら。そんな気がしてます。10枚お届けできている気がしてます。その調子で皆さん、僕にぜひ力を貸してください。よろしくお願いします。愛してるの言葉じゃ足りないくらいに君が好き。愛して
言を聞かせてお願いします。はい、いつもどこに至って気にしてるのは一つだけ、君は笑ってますか、それともちょっとリップル、きっとみんな抱いてるそれぞれの特別を、僕にとって負けれもない、それは君だから、愛してるの言葉じゃ足りないくらいに君が好き、今すぐ君に会いに行こう、この青い空を飛び越えて、 Baby I love you baby、 ウクルルトゥルトゥル、ウクルルトゥルトゥル、改札の向こう側、人が耳に聞いてゆく後ろ姿、目で追った離れたくなくて、他には何もいらない、本気でそう言える頃の方が、僕の中にはいつだって君がいるんだよ、ああ I love you I love you I love you、oh、ララ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 、ラストララ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 、どれほど時が経ったって関係ないよ、君が好き、どんなセリフ並べても伝えきれないこの想い、愛してるの言葉じゃ足りないくらいに君が好き、愛してるの言葉を100万回君に送ろう、100万回君に送ろう。ありがとうございます。暑いね、すごい星座占いが、ちょっとこういうスピリチュアルな感じ好きなんで僕見ちゃいますけど、早く蟹座出てほしいなと思う。ちょっと待ってね、さあということでやってまいりました。初めましての方も改めましての方も、ミイラフーガと申します。ぜひですね、ちょっとでもいいので聞いていっていただきたいのと、9月2日に、ミラフーガライブツアー、ルアーラブ2023ツアーファイナルが、東京ユニット大会もユニットという場所でございます。皆さんの力をぜひですね、貸していただけたらなと思います。福岡、北海道、大阪、名古屋は見事皆様のおかげでソールドアウトしました。あと残り東京だけでございます。皆さんどうかどうかよろしくお願いいたします。さあ、なんか今日は和樹くんも来てくれてるみたいなんでね、どっかのタイミングで一緒に歌いたいなと思ったりしてるんですが、なんかちょっと調子が、和樹くんのね、喉の調子もあると思うんで、ドキモモンだった。じゃあちょっと歌っていこうかな。これすごいよね、この暑さでさ、ギター弾いてる、弾きながら
やってる人たち本当にすごいと思います。尊敬だわ。おっしゃ、行きますか。ありがとうございます。ありがとう。改めまして、方も初めまして方も、三浦風雅と申します。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube 全部やってます。よかったら皆さんぜひ三浦半島の三浦に風に雅で検索してみてください。よろしくお願いいたします。皆さん水分補給は絶対に忘れないでください。めちゃくちゃ暑いからやばいよね。ちょっとそろそろ よいしょ。はいはいはい。うんうんうん。
ちょっと待ってくださいね。この毎回ね、暑いよね。ちょっと涼しくなってきました。そんなこともない。あれ、なんで繋がんないんだ。東京ツアーファイナルが9月2日にございます。その手売りチケット今日残り117枚、今107枚まで残り107枚お届けしてたらもうすごいことですけれども、皆様ぜひですね、ちょっとタイミングを見てフライヤーをお配りしたりとか、まあ部長であのスタッフがいるので、そのスタッフの方がフライヤーを配っていると思います。もしくはチケットの方はですね、いいタイミングで区切りますので、もしお声かけいただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。よいしょ、これか。ちょっと待って、接続が。あ、来た。お待たせいたしました。流れてないですよね。なんでだ。なんで流れないの。びっくりした。流れないアクシデントが来たんで。これはギターで突き通せってことか。ギターを弾けってことなのか。そんな感じですよね。おし、久しぶりの路上ライブで普段何を歌ってるとか、今新宿の路上ライブされてる方々が何を歌ってるのか全然分かんなくて、分からないんですが歌っていきましょう。いつかどこかで会えたら。
が眠った後に僕のファイヤー声も雲も不器用なとこも全部全部嫌いじゃないのドライブラバーみたい君との日々もありがとうございます。ゆりさんがドライフラワーでした。ありがとうございます。あと2曲ぐらい OK、 あと2曲ぐらいで終わりになりますか。9月2日にミラウが、東京ファイナルがございます。そのチケットを今日はぜひお届けできたらなと思っています。皆さんよかったらぜひぜひお力を貸していただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。なんかこの曲がいいみたいなやつありますか？リクエスト。足相撲？夏空。夏空って。夏空見上げては色とりどりの花。儚く美しく僕ら二人を照らした来年再来年も一緒に見に行こうって
約束したはずなのに君はもういない、いない。今日もまたあなたを思い出す。夏空という曲です。ありがとうございます。さあ最後オリジナルで終わりたいなと思ったんだけど、何がいいですか。もう一回君決めたっていいですか。ツアーファイナル9月2日がツアーファイナルとなっております。いろんな場所で路上ライブをしてきました。福岡、大阪、名古屋、北海道やってきましたけど、皆様のおかげでなんとかソウルダウトまでやってまいりました。東京9月2日、残りがあと何枚だ。おそらくあと100枚ぐらいあるんじゃないか。9月2日ですから皆さん、もうすぐですよ。今日寝て明日起きてまた寝たらもう9月2日です。だから僕に残されたタイムリミットあと2日間。皆さんぜひぜひ最後の最後ツアーファイナルをソールドアウトしたいなと思っております。皆さんのお力をぜひですね、ちょっとでもお友達ですとかご家族ですとか職場の同僚でもいいです、上司でも後輩っていうんですか、とにかく誰でもいいです。誰かついてきてくれると嬉しいです。そして一人でも全然楽しめるようなライブをするように心がけておりますので、ぜひ皆さん最後あと少し最後だけお力貸していただけたらなと思います。ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。少し不良になる。
さ僕もおどけてみせた大人になったのは夢から覚めたから道しるべなどない道なき道を行く皆さん今日は暑い中本当に暑いなところでありがとうございますということで、皆さんよかったら9月2日、遊びに来ていただけたらなと思います。この後ちょっとフライヤーをお配りしながらも、チケットの方もですね手売り販売の方していきたいなと思いますので、もし行きたいよって方いらっしゃいましたらお声掛けいただけたら嬉しいです。今日本当にどうもありがとうございました。ありがとう。